京博文は、日本の実業家。家賃債務保障と不動産ファンド会社リップラス創業者。日本名、水山博文兵庫県神戸市生まれ。1983年灘中学校入学し、1986年灘高等学校入学、灘高生徒会長を務める。1990年同校卒業。1991年、 東京大学教養学部入学、教養学部学友会学生理事会議長を務める。1995年同大経済学部卒業。1995年ボストンコンサルティンググループに入社。日本名だけではなく韓国名も併用して使い始める。ボストンコンサルティンググループを退職。祖父が創業した家業の平和の取締役に1998年就任。 祖父と衝突し2年で退職。ボストンコンサルの先輩、堀光一が社長を務めるドリームインキュベータに2000年4月に参加、出資を行うと同時に執行役員に就任。2002年ドリームインキュベータ上場。2002年9月リップラスを創業。同社代表取締役社長となる。2003年1月の実質創業開始後、賃貸住宅の滞納家賃保証事業を 他社から買収し、拡大、不動産ファンドも、年金基金との取引などを通じて、急速に拡大をし、2004年12月リプラスが、東京証券取引所マザーズに上場。2006年6月には、子会社が運営を行う、リプラスレジデンシャル投資法人をリートとして、東京証券取引所に上場させた。また、日経としてはほぼ唯一となる、 中国本土への大規模不動産投資を行っている。北京にある大規模総合施設のチャイナセントラルプレイスのプレミアムグレードに位置付けられるオフィス部分、ホテル部分を運営する不動産ファンドを通じて2006年に取得した。この不動産の一部は後に香港証券取引所にスプリングリートとして上場を果たしている。東京大学基金への寄付により、 今日広文小学基金創設。海外から日本への留学生の支援を目的とする。鳥取にある劇団、鳥の劇場の立ち上げ機の物心両面での支援を行った。2008年9月リーマンショックの中で、負債総額約326億円でリプラス破産。現在は、キャンプ用品の企画、製造、販売及び、キャンプを確認した。 宿泊施設運営を行うブランド、キャンプオンパレードを営む。2021年1月には、共同で運営を行うキャンプオンパレード越後川口、ベースキャンプをオープンさせた。株式公開で、スピードサクセス。長井博史、サンバーックスインク、2006年1月25日、P18、社長パワハラバ性流出で、カーザ株価急落、家賃保障の闇深さに、 ドン引きマネーボイス。2020年12月3日。倒産。リプラスが破産。不採総額325億7億七千万円日経。不動産マーケット情報。2008年9月24日。自分だけのキャンプスタイルを目指す。法必権。浅草橋のカンポンパーイドでオンリーワンのアイテムを探そう。ランタン。2020。03。31店舗に関しまして。キャンプオンパレード。 ありがとうございます。